郡山市に住む宍戸義弘さんは会社勤めを辞め、去年からピーマンの専業農家になりました。農福連携は障害がある人や高齢者に農作業を手伝ってもらうもので、 JA 全農福島は2019年度から本格的に取り組み始めています。ピーマンの収穫は夏に集中し、宍戸さん一人では手が回らない状況になったため、農福連携サービスを利用しました。もう人手がいなくて、すごい困ってたんで、もう神様に見えましたね。宍戸さんの今年の目標は去年よりも収量を上げること。そのために畑の面積を去年の2倍に増やし、来月から定食を始める予定です。今年は定食も手伝ってもらおうかなと考えております。忙しい時に期間限定という形で手伝ってくれるっていうようなことで、非常に利用しやすいサービスだと感じました。